どうもです。サムスピー練習対戦記90キョブレの19回目ですかね。今日はタムタムタム兄ちゃんでいきます。タムタムは結構初期バージョンからトップクラスのキャラで、今でも全然強いですね。あんまりバージョンアップで変わってないんですよね。弱点が消えてむしろ強くなったかもみたいな感じですけども、いきますか。俺もちょっとね、発売前タムタム使おうかなと思ってたんですよね。最初はもともと天草氷の時タムタム使ってたんで、その感じで使おうかと思ってたんですけど、さすがにレイシャンが出てきたんで、たまたま全く触ってないですけど、立ち回りキャラですよね。技はそんな多くないんで、とりあえず行きますか。パグナパグナ、前よしながらボタン連打。ボタン連打の回数とか変わったんだよね、これ。弱、5回になったんだっけ、4回か。前3回だったのが4回だったんだ、なったんだっけな。なんか暴発しにくくなったんですよね。出した後自由に前に進める。まあ前だけなら後ろはいけないんだよね。前に進める。で、当たるとロックする。ちょっと発生が遅いんですけど、ガードされた時の隙が全然ない。かなり押せる。全然ないわけでもないな。コパンとかは入るか、攻撃陣入るかな。半角の時に半角調べに役に立つ弱攻撃陣。入るわ。攻撃に入るか。弱パグナも負けた。パグナパグナとはいえ終わるタイミングが分かりづらいのと、このゲームはガードしっぱなしの状態からこう攻撃時最速で出そうとして、このゲームの先行入力って、こう、昇竜コマンド入れて、ボタン連打するんですけど、そうすると、連打じゃないんで、このゲーム、連打っていうのはないんで、途中で攻撃に食らっちゃうんですよね。なので、今みたいに実際に、パグナパグナ終わった最終段ガードした直後に最速で攻撃陣っていうのは、まあ、ほぼ無理なんで、ちょっと、これ攻撃陣ね。ガードして攻撃陣。これをパグナパグナガード陣にやろうとすると、まだ出てないな、タイミングが悪かった。ああならないのかな。これじゃならないのかな。ちょっと自分で操作すると分かると思うんですけど、多分攻撃陣出ないと思うんだよね。こうしとくか。あ、ならないんだな。なんでだろう。あ、あれか、オールガードだからか。かなぁ。多分、食らうと思うんだよな。途中からパグナパグナ食らって巻き込まれてぐちゃぐちゃになると思うんですけど、こうして、こうすればいいのか。なかなかちょっとトレモで見せらんない。これをなくして自分で、あ、ちょ、あ、そうだよな、こうなるよな、こうなるはずなんですよ。途中から食らうはずなんで、まあ実際ほぼ攪拌はもらわない技ですね。攪拌入れようとすると多分巻き込まれるんで、
あんまり対戦で使われないけどな、このゲームまだ全然強いと思うんですよね。まあ、ガードしちゃったらきついけど、ガードされる、近づかれる前に攻撃陣とかで、無敵技で切り返すっていうのが一応正解だと思いますね。はい。後ろには下がれないんでね。で、アハウ、ガーブル、昇竜、P、弾を吐く、技。斜めに飛んでいく弾には攻撃判定はなくて、下から出てくるやつだけ当たると。で、まあ、これは置いておく技ですね。壁にする。はい、手が突っ込んできそうなところに置いておく。技。ただ近づかれんと、大惨事になるんで、銃と強を使うときは注意ですね。こうなって、フルコンなんで、なんで参っちゃうんで、要注意。ジャックは、あんまり攪拌は、これも多分勝ってないかな。なんか最速で、うまいことやればね、出し台切りは間に合ったんですけど、さっき。スピータムタムにしてやってみたら、ただ難しいですね、これは。上りの球に頭が引っかかりやすいんで、これ最速でくぐって、出し台は結構難しいと思いますね。源次郎だったらね、多分こう、あ、無理か。三連殺とか。間に合ってないか。間に合ってないな。まあ、ジャックは、ほっといてもいいっすね。うん、っていう感じ。ガードされても、大体大丈夫なのかな。ガードから立ち台が間に合うのか。出てない。最速じゃないけど、近いと入っちゃうかな、これ。入らないですね。大丈夫だ。大丈夫ですね。ガードさえさせれば大丈夫と。まあ、弱は、くぐらなきゃ大丈夫って感じですかね。うん、なので、まあ、とりあえず置いとく技ですかね。これの響板が怒りとパワーアップか。あんま見ないけどな、これ。これって、弱中強でやっぱり強だけなのか。144。これは意味ねえな。今日ガブル、今日はガブルだけパワーアップしても、どこで当たるんねんって感じだな、これ。今日のハウガブル当たんないでしょ。パワーアップするなら、パグナとかの方がまだ使い道あるんじゃないかな。パグナの発生早くするとかの方がまだ、これは意味ないよな。弱中強全部変わるならまだしも、強だけ、一番当たらない強だけパワーアップしてもな。はい。次、ガブルガブル。これは駒投げなんですけど、これもまあ使われないですね。このゲームの駒投げ強いんだけど、大体これは弱いっすね。発生が遅い、リーチがちょっと短い、見た目より短い。で、当たった時は150か。微妙だな。微妙っすね。リターンも大してない。ただ素手の時はリーチが伸びます。リーチだけ伸びるというね。昔は発生も速くなった気がするんだけどな。違うかな、気のせいか。
昔すげえこれダメージ高かったと思うんですよね。もっと減ったと思うんですが、減らないし遅い駒投げということで使わないですね。素手の時使うかといったら別にそうでもないですね。はい、次パグナデオス。デア。くるくる回る技、これ弱、これ中、強。弱は、まあ、発生が早いダウン取れる技、近距離でまあ中攻撃とかから弱もつながるかな。弱からつながる、発生早い。中はその場で無敵があると思う。最初のくるっていうポーズに無敵があるんじゃないかな。まあ、割った後の発生遅いね。敵自体は結構長め。ああ、合ってる。ああ、攻撃あって出てからも無敵あんのか。そうでもないか。まあ、でも無敵時間自体は結構長いっすね。まあ、リバーサルで使えなくもないと。ガードされた時の硬直は、まあ、でかいっすね。3ヒットくらいするんだっけな。2ヒットか。2ヒットか。2ヒット技っすね。うん。今日も無敵が、長めの無敵がある。後ろに下がる上に無敵もある。どうしようかな。百鬼殺、さすがにこれは無理だな。百鬼殺は無理だな。ダッシュだよ。自分が画面端でやればいいのか。手からはできないですね。ああ、発生と同時に切れるのかな。あ、でも今あれだな。こんな感じ。後ろに跳ねてる時だけだな、今日の敵は。まあ、跳ねるところで大体の技すかせる。無敵自体は中の方が長いっぽいですね。で、当たるとまだ青く取れると。これよく画面端から逃げるときとかにね、使いますね。はい。まあ、話で使ってみたり。っていう感じ。これ結構直がされてゲージを貯められるという弱点があるんで。慣れれば。これ結構めったりだとミスるんですよね。はい。ムーラムーラ。波動の弱という中。弱は上玉。中が下玉。一回こそ投げると。で、3回2の可能で弱、中、弱とか、中、中、弱、中と。これ骸骨が消えるまで次の玉打てないです。下3回とか上3回も打てると。結構隙あるように見えるけど、見た目よりはね、硬直短くて、結構飛ばれても結構カード間に合う。思ったより隙はないんですよね。なので、まあまあ使いやすい球ですね。これこういって上に行ったりすると小飛びに引っかかったりするんで、これエイシャンの上玉より絶対強いと思うんだよな。発生が早いよな。硬直も短い。はい。ですね。まあ牽制気味に使っていく。まあこれも直化されやすいです。
ケージは貯められやすい。使いすぎは注意ですね。まずはそんなもんか。で、パグナ以外全部素手で使えるんですよね。武器使ってるのはこの技だけで、あとの技全部素手で打てる。だから素手の時に結構、これでなんとか、当てれば武器拾いに行けるんで、いろいろやりようはあると。弾も普通に打てちゃう。その時にやっぱり武器拾いやすいっていうのも結構ね、このゲームでは強みですよね。武器飛ばしアハウティウワカン、これは飛び道具系の武器飛ばし。この硬直がやばいというね。発生は早くてリーチはまあまあある。で、弱からは無理だったかな。キャンセルかかんないか。つながってないよな。360。弱からつながんないな。タチ中ですね。これリーチの長いタチ中。さすがにセンター無理。この辺ダメか。このぐらい余裕だな。まあ投げから届く間合いなんで、こういうのができると。これが最初のバージョンでは相手が光爆発をすると抜けるというのがあって、これに対してこうすると、あ、これはまだとか、距離が遠いとこうなっちゃうんだな。これですね。今のバージョンだとこうなって、たまたま吹っ飛ぶんで、まあ大丈夫なんですけど、前のバージョンは、今みたいなこれ。で、一線確定っていうのがどの距離でも確定だったんですよね。近くても確定で、ダメだったんですけど、まあ今のバージョンは、近いと大丈夫。まあ、遠いと相変わらずダメみたいなんで、投げから、これは、あ、今当たんなかったな。当たった。こうか。遅めに怒り爆発すると抜けるのか。距離がちょっと離れれば抜けるっぽいんで、ちょっと待って爆発すれば、ここに容疑確定とかしちゃうと。これをタムタムは防ぐためには、投げから直怒り爆発なら必ず当たるんで、まあ大丈夫ですという感じだね。怒り爆発の判定が上に拡大したっていうところの調整ですね。前はこれがあったから怒り爆発はだいぶ危なかったんですけどね。まあ使えるようになったと。まあそれはそうですよね。まあこれはもう確実に当たる場面以外じゃちょっと使っちゃいけないぐらい隙があるんで、まあコンボか。対空もまあありかな。対空危ないかな。先に攻撃食らった場合ってどうなんだっけな。相手か。ああ、ならまあありか。相手ならありっすかね。反応が早ければ大丈夫。ああ、大丈夫だな。発生保証とまでは言わないけど。ああ、ちゃんと反応できれば、大丈夫だと思います。相手は取れると思いますね。はい。で、日置か。日置は、ちょっと特殊なんですよね。マグナス・ティオス・ザール。
飛んでいく、この飛んでいく位置が固定で近いと飛び越えてしまう、中間距離ぐらいじゃないといけないと。ガード不能ですね。どんどこどんどこしていく、何言ってんかよくわかんない。パグナ、あれかな、カブル的なのを真横に打ってるのかっていう感じの技ですね。うん、ガーフ、まあ一応移動投げみたいな感じですね。デッドエンドスクリーマーみたいな性能なんですけど、確定場面はまああんまりないんで、飛び道具キャラにはまあいけたらいいかな。これ難しいね。レイシャの設置にはいけるんだけどね、敵はないと。ツバメ6連は弾も敵ついたけど、あれは遅いからな。相手の弾の性能によるね、上にでかい弾だとダメだけど、セゲストみたいなやつにはいけんのかな。あとは攪拌で一部のこう後ろに飛んでいく技とかをガードした後に距離が離れるけど、距離離れるけど硬直あるみたいな技ガードした時に入れるとか、キャラによっては使える技かな。普通に立ち回りではね、確定はしないんだよね。反応できればかわされる。結構慣れてないと当たっちゃうけどね、これ。うん、びっくりしてガードしちゃうことはあるんで、まあちょっと難しいけど、どのキャラのどの技に対しては使えるみたいなのは知っておくといいかもしれないですね。はい。でタムタム攻略というか強いところですけど、まずリーチがクソ長い。最強クラスにリーチが長い。遠距離大切りね。リーチ2段技ね、2段技で結構減る。シャガ大がこの長さの下段、この長さの下段でしかもガードされても弾かれない性能なんで、あんまり攪拌はもらいづらい。先端ならまあ大体あることはあるけどね、あんまり痛いのはもらわない。あとはジャンプ強切り、壊れ精度のジャンプ強切り、まあ、ただジャンプがティッシュ、ティッシュジャンプ無敵昇竜持ちにはきつい。ねえ、どう、あとはこれ上りで出すとしゃがみに当たるんで中段ですね。バックジャンプ強切り、これは強い、強すぎる。これは相当強い。これはこれ天草降臨とかの頃からある、もっと前か、初代さんのスピからあるっけ、これあったかもしれない。であとはまあ、下座はさっき説明したからいいとして、ダッシュが、ダッシュ遅くなったんだっけ、これなんか最初すげえ早かった気がするんだけど、ダッシュは遅くなったんかな。投げからはちなみに立ち強切りぐらいしか、立ち強切りが前投げダメだっけ、前投げダメか、後ろ投げか、立ち強切りはしゃがみ強切りか、立ち投げからは単独に投げの2ターンはあんまり高くはないですね。でダッシュ強切り、これが超強い。ガードされて、まあ、弾かれない、まあ、大体ダッシュ強切りは弾かれないですけど、すげえ長くて攪拌がなかなかない。こう立ちガードで できるよね。下段ではないですね、冗談ですけど、格
攪拌が全然ない先端だと。さっき調べたけどレイシャン攪拌何もないですね。これ源氏郎どうなんだろうな。弱攻撃に届かないっしょ多分。これは多分届かないですね。ダッシュタイム。お、かぶった。やっぱ隠るね。もっと先端いけないかな。ああ、でも持続になってた。ああ。持続も結構長いんだね。硬直自体も結構短いんですよね。まあ、ちゃんと当てれば角はなさそうだな、これ。これやっぱ相当強いですね、この技。一応、弾き開始されるとは思うんだけどね。ダッシュ攻撃だけど。角半は本当にないっぽいよね。しゃがみ攻撃とか無理だよな。大速になってない。間に合わないですね。リバーサだけど間に合わない。強い。立ち攻撃の方が遅いよな。こっちの方が遅いよね。まあ、近距離はさすがに当たる。なるほど。速い、長い技を持ってないとかが基本ないっていう感じですね。強いっすわ。そんな、そのぐらいの技で立ち回れると思うんだよね。足払い、立ちコパが長いですね。立ちコパ、コパ、小切り。対空は空対空。空対空。たまに置いてみたり。突っ込んできそうなところにこれを置いてみたり。スラしてみたり。スラの性能自体はまあ普通ですかね。あんま長くないな。シャガチーも対空になります。まあまあの性能はしてる、上に強い、十分落ちますね。ダッシュチューンを上に向いてるんで一応これも落ちたりすると思う。はい、これキャンセル、シャガチューンはキャンセルできるね確か。そんな感じ。まあ立ち切りが長いんだけど、ダッシュ切りも。タムタム戦は結構弾き返しが狙い目なんですけど、まあ、その弾き返しを散らすためにシャガ大雄をちょっと使っていったり、まあ、頭打ってみたりして、シャガ台を振ると、今度は相手最大狙ってこう、飛んでくると思うんですけど、シャガ台に飛び噛み合ったらね、フルコンなので、まあ、そこはもう読み合いですかね。シャガ台、飛びは落とす。空対空でもいいけど落とす。っていう読み合いになってくると、飛びじゃなくて、あとはなんだろうね。まあ、歩きガードとかで距離詰めてくるとか、距離詰められたときは、逃げジャンプ大蹴り。距離近づかれたらマジでこれ強いんでね。これは強いと。ただ、この技は、しゃがみくらいしたら大丈夫なんだけど、しゃがみぐらいには、何にもリスクはないんですけど、立ちくらいした場合は、相手の硬直短いんで、反撃されちゃうんですよね。こういうので。なので、なんすかね。結構、一分分振っていいっていう技ではないんだよね。
場合によってはしゃがみくらいしても前ジャン競技とかってダメだったりするかな。ダメっぽいなこれ。前ジャンだとダメだね。やっぱバックジャンプか。これキャラによってはバックジャンプでも攪拌間に合うやついそうだよね。なんかちょっとそこまで調べてないですけど、天派星王山とか入りそうな気がするんだけど、近ければな。そんな感じっすかね。まあとりあえずダッシュ今日マジで強いっすね。ダッシュ今日シャカダイムーラムーラ対空逃げジャンプ大胸切り、大胸切りってなんだ、逃げジャンプ胸切り。まあ普通に垂直を置いておくのもありですね。と飛び見てこれ振るとそんな感じで戦えるキャラなんじゃないかな。結構勝ちやすいキャラだと思うんですよね。コンボはいらないんで、あんま難しいテクはいらないキャラなんでね。立ち回りが差し返しとかができれば、これヒット確認とかできるのかな。っていうかあれか、仕込めばいいのか。まあでも空中ヒットされたら漏れちゃうからな。まあいいや。これ空中ヒットされたらもう終わりですからね。あんまりそれはダメだな。やっちゃいけないですね。まあ怒り状態になっても武器飛ばし狙うよりは立ち回りの火力アップの方がいいのかな。これでかいっすからね。これも空中ヒットすることあったかな。あんましないね。難しいな。かくったかもしれない。わかんない。多分かくった。そんな感じですか。あんまり説明することないな。あんまりないですね。立ち回りキャラはそんなに説明ないですね。あとは動かしてみてくださいって感じだ。はい。で、19回だな。次20回か。そろそろ、これ初期キャラが16キャラぐらいあったんだっけ。レイシャンを動画2回ぐらいやってるからか。あと何キャラですかね。あと10米。ハンゾウ、アースクエイク、シャロロットか。で、DLC キャラか。なるほど。もうちょいですね。まだ追いつかないですけど、DLC に。まあまあまあ。ゆっくりやっていきましょう。はい。では、お疲れさんでした。ありがとうございました。失礼します。